こちゃろくてろくで今日はですね、ちょっとポケモン GO に関するものを2つ紹介していきたいと思います。その2つがこちらです。こちらの、アンカーのバッテリーと、これの、こちら、これ、エニープロの USB ケーブル。マイクロ USB と USB ケーブルのこちらの2つを紹介していきたいと思います。まずはこちらのアンカーのバッテリー。開けてみます。はい。これいいですね。これ、なんか、だけど、コンパクトで、ああ、バッテリーとして見たら軽い方です。で、この中にケーブルが入ってます。まあ、で、あとは説明書が1、2冊。これ説明書じゃなくね？これは何なんだ？ああ、まあ、あれ、how to web、あ、ごめん。ラップ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 。読めない。はい。まあ、こちらです。こちらにアンカーって書いてあるんですけれども、こちらはですね、5000mAh となっております。まあ、大体のスマホは約2回分、ね、フル充電ができます。で、まあね、やっぱ大容量のアンペアのやつがあるんですけど、やっぱ重くてでかいですよね。なんで、だけどこれはスマホと一緒に握れるサイズですね。やっぱこれ一応今挿してみるけど、よいしょ。スマホね。スマホに挿して、まあ、充電ができるわけですよ。そして充電しながら、もうこんな感じで持てる。もうこんな感じでね、普通に、ほら、片手でバッテリーと一緒に持てちゃう。このスタイルですね。で、これね、コンパクトなんで、こうやって、重ね入れ、ポケットに重ねて入れることができます。なので、すごい持ち歩きとかも便利ですし、これすごい充電が早いですね。で、こちら、Amazon で1499円となっております。まあ、僕的にはバッテリーの数々、まあ、ちょびっとですけど、買ってきたけど、一番これがいいかもしれない。まあ、ポケモン GO に最適ですね。皆さんもこちらのアンカーのバッテリー、モバイルバッテリー買ってみてください。USB ケーブルです。こちらはエニープロって書いてあるんですけれども、こちらの、ね、普通の USB ケーブルじゃないですよ。ちょっと開けてみますか。ああ、硬い。どんな、あれちょっと待って。え、俺靴紐頼んでないよ。靴紐入ってる。結構、なんかカラーがいいけど、これ靴紐。違うんです。こちら USB ケーブルとなっております。で、まあちょっと内容物は、まあ、説明し、あなたのご意見をお聞かせください。とてもいいです。2つ入ってまして、 1m と 2m ですね。なんかこっちへと、いや、こんな感じで2つ入ってます。で、まあコンセントつなぎながらスマホやったりするよって人は 2m の方がいいかもしれないけど、まあ普通にあれ、なんかパソコンいじってる間にスマホ充電したいなって人は、この 1m がいいかもしれませんね。今回は、じゃあ、1m 使ってみましょう。ちょっと長めなんですけどね。こちら。もうこれ見てわかる通り、こちら。もう紐みたいですね。このね、ほら。これはナイロンっていう素材で、ナイロン編みなのですごい強いんです。なので、もう中でね、普通のケーブルみたいに中で断線ですね、がしないんですよ。すごくないですか？そして、これ見てみよう。ここにね、まあ、いろんなことがあるんですよ。まずこれ。ほら、普通の、さっきのやつと比べると、ほら、普通のケーブルと、ほら、色違うでしょ。これね、こっちは、銀っていう、銀色なんです。こっち、金メッキです。まあ、金メッキは、なんで金メッキなのかっていうと、電気を通しやすいのかな。こっちに比べて、すごい、充電の速度が速いです。なので、もう、より早く、こっちもそうなんですけど、ギュインと。ね、充電ができるという感じになっておりまして、
で、次なんですけれども、これ、まあ、普通のやつなんですけど、普通のやつは USB って、向きが決まってんですよね。なんで、こっち刺さりますけど、例えば裏だったら、ほら、刺さりますよね。なんですけど、まあ、これね、表裏の区別がつきづらくて、すごい、あー違う、あーみたいな感じになっちゃうんですけど、これ、なんと、刺さりますね。はい。リバーシブル。そう。両方とも刺せるんですよ。さあ、表裏とか、これ決まってないですね。両方使えるっていう、優れもの。すごいね。これはね、地味に嬉しいですね。じゃあ早速、これで充電してみましょう。もうね、こういうことですよ。こうです。で、これは、普通の従来のと比べて硬いんです。硬いんですけど、刺すときが。抜くときとかね、間違いとかでポロッとかね、抜けちゃわない。それがね、いいですね。そして、やっぱね、普通のやつ。まあ一応カバーもついてるやつあるんですけど、ほら、ここでもう、グイーンとか引っ張っちゃって、で、もうこれが中で、まあ断線して切れちゃうっていうのがあるんですけど、もうこの、でかいね、このラバーみたいなやつが。こっから包みつつのこのナイロンっていう最強じゃないですか。もうこれで、これでポケモン GO やってたらガチ勢ですよ。ほら。あの、ポケモン GO、イェーイ。よっちゃいけない。はい。結構これね、この組み合わせいいと思います。僕ね、よくね、タブレットとか触るんですけど、やっぱね、いろんな動画チェックしたりしてるんですけど、その時に、やっぱ、ピーンと貼っちゃう時があるんですよね。このケーブルを。なんで、やっぱ、こういう2メーターとかを使えば、まあ、ゆるゆるですし、ちょっとね、こういう感じで、ケーブルをピーンじゃなくて、たるませる、これが一番ベストです。なので、皆さんもそこら辺気をつけて、まあ、ケーブルをやって、買ってみてはどうでしょうか。というわけで、今回はこちらのね、アンカーの、こちら、モバイルバッテリーと、こちらの、エニープロ。の USB ケーブルを紹介したんですけれども、まあもうこれ最強の組み合わせですよ。まあこれ1メートルにしたら長いかなって感じなんですけども、まあ一応これもバッグに入れながらこうやるっていうのもありですし、まあこれポケモン GO だけじゃなくてもいいんですね。まあこれは一応ポケモン GO 用に買ったんですけど、これは一応プライベートでも使いますんで、結構。このケーブルは嬉しいです。というわけで、皆さんもぜひぜひこちら、アンカーのモバイルバッテリー1499円と、こちら、さっき値段言ってなかったけど、799円。これ合わせて、まあ、だいたい1500円と800円だから、だいたい2300円ぐらいかな。計算間違ってたらすいません。というわけで、皆さんもこちらセットで買ってみてはどうでしょうか。まあ、ポケモン GO ガチ勢じゃない人も、ケーブルに困ってるあなた、ぜひ買ってみてください。というわけで、今日はちょっとジャパネット高田みたいにね、なんだか今日紹介するのはこちら、それほどはなかったけど、なんかちょっとね、感じになっちゃった。というわけで、皆さんもぜひこちら買ってみてください。それじゃあバイバイ。いや、今のこれ何？いや、今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の動画は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。